水戸徳川家。水戸徳川家は、日立国水戸にあった徳川氏の一子系で、徳川も三家の一つ。単に、水戸家とも言う。徳川家康の11男である、徳川頼房を家祖とする。徳川家康の11男、徳川頼房を家祖とし、江戸時代を通じて、水戸藩、現在の茨城県中部、北部を治めた。格式は、後三家の一つとして、大廊下に詰め、屋形御を許された。両国の石高は、実収が28万石程度であったが、後三家の格式をもって、高直しをした結果、交渉は35万石であった。これは、水戸藩の財政を厳しくする一因でもあった。また、徳川宗家が、征夷大将軍を表すために山陽を表にした、表青い御紋であるのに対し、水戸家の青い御紋は山陽が裏になった裏、青い御紋が正門であるので、正式には後三家ではなかったとする説がある。さらに、紀州藩の資料である、南紀徳川文では頼房が、徳川姓を許されたのは1636年、寛永13年7月とし、それまでの33年間は、名字定まらずとしており、ある時期まで、紀州家の祖である、同母兄、頼信の分家とみなされていたという説もある。また、水戸家は、価格の点でも、徳川忠長や、甲府徳川家の存在により何度も後退しており、後三家の第三位の地位が確立したのは、徳川家宣が将軍となって、甲府家が解消した後のことであった。大納言を極官とする、尾張家。紀州家から見ると、水戸家は、その一段下の官位である県中納言に過ぎず、石高が低かったことなどから事業的に負担を与えられた。尾張家、紀州家より、格下の家柄とするのが一般の認識であるが、水戸家の領地は、江戸に近く、また、日立国は、延喜式における大国かつ、親王任国であること、視野の中に、高松藩12万石という徳川5連氏の中では、破格の石高の家系、高松松平家があり、他にも3つの支藩が存在するなどの事情を考慮すると、総合的には上位とされる二家と同等であるとのも存在する。水戸家当主は参勤交代の対象外であり、江戸城府とされて、基本的には国元に帰国することは稀であった。藩主側近も江戸詰めであったため、国元の家臣と江戸詰め家臣では、立場も環境も異なっていた。後三家であっても、水戸家からは、将軍は出さない定めであったとする俗説も伝えられている。なお、九代藩主、斉昭の子で、一橋徳川家に養子に入った慶喜が15代将軍となることによって、江戸幕府最後の将軍を出すこととなった。しかし、これは、決闘的な視点であり、加えて、慶喜自身は、水戸家の当主になっていないことから、後三強の一橋家から将軍を出したと見た方が、無難である。水戸家は、親藩の後三家であると同時に、水戸学を奉じる、勤王家として知られており、もし、徳川宗家と朝廷との間に、戦が起きたならばためらうことなく、帝を奉ぜよとの家訓があったとされる。歴代当主は、比較的長命で、無視のものも少なく、江戸後期には他家、多くの養子を出している。例えば、尾張藩主、徳川義勝と会津藩主、松平容保の兄弟は、水戸家から尾張家連氏の高須松平家に養子に行った、松平義一の血筋である。藩主として、特に有名なのは、第2代藩主、光圀、義光と、第9代藩主、斉昭、烈公である。光圀は、州支局商工館の創設、及び貴殿隊の司書、大日本史編纂において、斉昭は、藩校、弘道館及び偕楽園造成者として、あるいは、最後の将軍の父として、それぞれ当時から著名であった。明治維新後は家族に列して、公爵を授けられ、さらに公爵に上った。13代当主国行は、財団法人水不明徳会を設立して、伝来の大名道具や古文書を寄贈し、散逸を防ぐ措置を取った。1977年、水戸市の光圀の茶室跡に、商工館、徳川博物館を開き、その保存、展示に努めている。水戸家の子系、5連氏は、さぬき国高松藩の高松松平家、みちのく国主山藩の森山松平家、日立国府中藩の府中松平家、日立国宍戸藩の宍戸松平家の4家を数える。水戸徳川本家も含めて相互に養子のやり取りはあったものの、ただし、尾張や紀州と異なり、師範の藩主を経て本家を継いだ水戸藩主はいない。いずれもそれ以外の他家から養子を迎えることはな、現代までより房の血統で続いている。また、江戸時代中期以降、宍戸家を除く三家や、そのさらに四家から多くの養子を他家へ出している。血統上、上述の高須松平家や会津松平家のほか、紀州家連氏の伊予西条松平家、五家門の越智松平家、さらに幕末以降現代までに、徳川宗家、徳川慶喜や、一橋や、清水家と、大半の徳川家や五連氏の家系がより房の男系子孫となっている。旧華族の徳川正諸家のうちで宗氏から一度も、より房の男系子孫の相続がなかったのは、紀州家と田安家の2家のみである。なお、師範ではないが3000石の家老格の士族として、より房の8を、松平頼康の家系が、幕末まで続いている。松平来譲の時に、長倉陣屋に移ったことから、長倉松平家とも呼ばれる。他の士族、師範以外は幕末までに途絶している。その他、水戸本家芦屋から不可老中3回か、陪臣の家系、山野辺や、雑賀鈴木家などを継いだ者が、より房のこの代以来、数多く出ている。水戸家は儒教を尊ぶ気風が強く、歴代当主と夫人には、官風の賜号が贈られている。藩令、太選は、実子、派選は、養子、太字は各家の当主。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。